小次郎、我が事務所に何の用かな。遅れを取った事務所の様子を見に来たってところか。聞いたよ、見事絵画を探し出したそうだな。我々が数日間も足踏みしていた件を、たった偶然か、謙虚なことだな。さて、おい君、あとは頼んだよ。まあな、友人に会いに付き合いさ。いや、やめておこう。ああ、小次郎もせいぜい頑張ってくれ。なんだそのリアクションは。ふん、鼻息が荒いな小次郎。絵画を見つけたぐらいでいい気になるなよ。そうだが、それだけではない。ふん、貴様には知る由もない。あの絵画にはな、恐るべき秘密が隠されているのだ。何わけのわからんことを言ってるんだ。無知は罪ない。何わけのわからないことを言ってるんだ。この件はな、単なる絵画紛失にとどまらないのさ。おっと、これ以上は言えないがな。どうとでも言え。僕はもう一つの依頼をクリアして、まあ何も知らないようだな。ま、あの件には裏がある。そのことに気づかない愚か者。小次郎、貴様はよく踊ってくれたよ。僕のこの明晰な頭脳をもってすれば、そう思うがいいさ。所長はな、貴様のことを知り、憎しみで心が満たされているから僕がつけいる隙がないのだ。だが見ていろ、
貴様への憎しみはいずれ僕へ。なんだそのやってらんねえなってつら。まあ今のところは素直に負けを認めておいてやろう。だがしかそれは僕の真の勝利への。ほんのささやかなひとときのものでしかないことを後で知ることになるだろう。そして所長は僕に言う。さすがだに彼からの依頼はそれほどの値打ちがあるのさ。もっとこれ以上は言えんな。貴様が御堂さんのことを知っているわけがない。あ、お洗濯物は乾燥機の中です。はい、あ、あれですか。ああ、あれはさっきお電話ですね。はい、こちら。ああ、どうも先ほどは。ございません。はい、では少しお待ちになってください。小次郎様、お電話です。はい、でしょうか。はい、そのお家賃がかなり滞納されていたということですので。だって支払わないとここを立ち退きだと。ごめんなさい。だって身内じゃないとその支払いの領収書をくれないって言うから。それは食べ物が全くなくなってしまったのでお買い物を。はい、その管理会社さんに。私、その小次郎様のお手伝いをしたくて。だから私ごめんなさい。
くものといい。だって…はい…はい…あ、お洗濯物を片付けないと…でしょうか。いいえ、気にしてません。全然、本当に。しようか。はい。はい。はい。一応は。プールですか。はい。あ、でも。いえ。でも私水着なんて持ってませんし。全部終わりました。水着ですか。お靴のを用意しておきますね。はい。なんだ、すっごく人がいますね。なんですか？部屋。知ってます。小次郎様？ここにいないんですか？
ですよ、小次郎様。目移りしちゃって、なんか…次郎様、この程度で驚かれたらいけません。目移りしちゃって、これもこれもこれもいい。あれがいいんですか？目移りしちゃ、ああ、どなかなか決まらない。今はこのくらいじゃなきゃダメなんですか？今はこのくらいじゃなきゃダメなんですか？どうしよう。これにしちゃいましょうか。次郎様、どうでしょうか？本当ですか？似合ってませんか？ここですか？エール外国人学校。エール？エールってエルディアの別名。いえ、何でもありません。はい。
私は会議室で。あ、そういえば小次郎様は？そうなんですか。やだ、そんな。わかりました。じゃあプールサイドでお会いしましょう。こんなとこまで。警備員を呼ぶわ。嘘、水着になんか着替えていないじゃない。はです。でもせっかく小次郎様が買ってくださったから。そんな可愛いだなんて。今はきっとアラーもお昼寝をしています。小次郎様は泳がないんですよね。私が手を取って教えて差し上げましたのに。ここ私の髪の色みたいな人少なくないんです。はい、ご一
室でも何人かいました。少し話をしてきたんです。更衣室も綺麗でしたし。そうだ、後で見に行きませんか。そうですよね。でも、はい、はい、じゃあちょっとだけ行ってきます。小次郎じゃないか。それはこっちのセリフだ。ここは関係者以外には公開されていないはずだぞ。悪いか。見るなよ、そんなに。私が買ったわけじゃないぞ。友人の借り物だ。知るか。別に目立ちたくてこんな恥ずかしい水着を着ているわけでは。私の水着。女らしくなくて悪かったな。そうだな。
り見ないでくれ。こういうの着慣れていないんだ。そうか。小次郎、さっきはそのすまなかった。だからその私の事務所で邪険に追っ払ってしまって、大人げない言動だった。許してほしい。あの時は本当どうかしていたよ。後で顔から火が出そうになった。なんて子供なんだって。謝って済むはずはないがな。許してくれ。私が気にする。なんだ。彼か。彼はまだ帰っていない。小次郎に遅れを取ったことが相当答えてるんじゃないかな。ん？答えられることなら。ミド？知らないな。小次郎、たとえいたとしても依頼主の名前をお前に明かすわけにはいかないだろう。あらあら、弥生どうしたのよ。マリナ、過激な水着を着て内緒でナンパされようなんて10億年ほど早いんじゃなくて？違う。彼は何？そのナンパだ。やっぱりナンパなんじゃない。はい、目線がずいぶん下に下がってるわね。見るなとは言わないけどね。褒めるときはきっちり褒めること。いい？趣味いいわよ。あら、結構テクニシャンね。時間差攻撃？叱るのちに本命の声を待つってわけね。自己紹介してくれる？小次郎？変わった名前ね。オーケー。私はマリナよ。どうしたの弥生？いや、ちょっと喉が痛くて。すまない。咳した拍子に踏んでしまった。私に話しかけるな。
じろじろ見ながら心配しないの。顔面複雑骨折になりたくはあるまい。私に話しかけるな。今度は私をナンパ？やめておいた方がいいぞ、マリナ。この男はいかにも節操がなさそうで無責任な男だ。私に話しかけるな。というわけ、ナンパもいいけどね。弥生の喉が痛くなっちゃうのよ。私に話というわけ。私に話しかける。あら、もう行っちゃうの？残念ね。せっかくお近づきになれたのに。そうね。次に会うときはもっとすごい水着を期待していてちょうだい。ええ、もう。
はい。どけどけどけ。あ、マリナさん。マイコちゃん、今助けるわよ。マリナ、ウルトラスキー。大丈夫だった？真由子ちゃん。怖かったの。もう大丈夫よ。真由子ちゃん大丈夫？怪我は？大丈夫よ。そこの人が助けてくれて。あなたナンパの男？あなたがマヤコちゃん、いえ、ミドウさんを助けてくれたんですってね。彼女に代わってお礼を言うわ。あ、はい、そうですが。そういえば、あの男どもは？意外に頭の回る連中だったわね、警報を鳴らすなんて。当たり前よ。意味のない警報に誘拐未遂とくれば結論は一つじゃない。さ、大丈夫？歩ける？うん。私がおぶっていってあげようか？ううん、本当に一人で大丈夫。一つ聞いていいかしら。さっきの二人組がマヤコちゃんを？理由はないわ。違うの。あなたに教える理由はないということ。ごめんなさい。助けてくれたことには感謝するけど、詮索はしてほしくないわ。何かしら？その格好って。ああ、忘れてた。マヤコちゃんのことで頭がいっぱいだったから。マリナさん、その恥ずかしい姿は一体？こりゃ参ったわ。じゃあマヤコちゃん、私着替えてくるから。私は教室に戻ります。本当に大丈夫？大丈夫。決して一人でいないでね。後で行くわ。うん。ありがとうございました。あなたがいなかったら私今頃。それは何か？さあ、はい、それでは失礼します。
しました。もう大変でした。けたたましくサイレンが鳴って、みんな慌ただしくなって、小次郎様を探したらいないし。大丈夫なんでしょうか。そのサイレン。よかった。はい、とっても。あ、でも、はい、あまり水着を見てもらえなかったから。せっかく買ってもらったのに。大丈夫です。心配してくださってるんですね。はいはい。とっても楽しかったですね。小次郎様、泳がなかったですけど。夕食の用意をしますね。あ、私が。私ですよ。ええ、例の絵画に関して新情報がありますぜ。知ってますよ。さすがですね。教会の情報はいち早く仕入れますんでね。ま、無理にとは言いませんがね、話だけでも聞いてみませんか。今例の場所なんですよ。怒らないでくださいよ。わかりました。あと小1時間ほどは飲んでますね。なんだ貴様。子供か貴様は。ふん、僕としたことが、こんな辺境の汚らしい布団へ迷い込んでしまったか。僕はな、あの絵画の謎が解けそうなのだ。貴様は単に探し物を探しただけだ。しかし僕は違う。その奥に眠る謎を解く。あの絵画にはな、とてつもない秘密が。おっと、こんなもったいない情報をお前に教えるわけにはいかんな。見ているがいい。小次郎。
そうだよね。うん、あの例の子どうしてる？ほら、小次郎と一緒にお風呂に入った。そこまで野暮じゃないよ。だいたい5階なんでしょ。小次郎にそんな解消あるもんか。何を？メッカ？へえ。ねえ。僕のカメラ欲しい？なんとなく。そうだよね。おかしいね、僕。え？彼がどうかしたの？気になんかしてないよ。小次郎さん、ちびちびやってましたよ。お座りになりませんか。そういえば気づきませんか。小次郎さんごひいきの例のウェイトレスですよ。何でも当分お休みだそうですぜ。私は結構お気に入りだったんですがね。早速依頼を達成されたそうで、さすがですね。謙遜を。気に入ったら料金をいただくという方式で構いませんよ。例の絵画ですがね、妙な逸話がついて回ってますぜ。ええ。おっと、知っておいででしたか。がですね。そうですか。なかなか粋な情報だと思ったんですがね。私もちょっとや。どうです、もう絵画の情報収集は打ち切りますか。小次郎さんのご自由に。続けますか。わかりましたよ。ではご足労のお詫びに一つただで情報を提供しましょう。小次郎さんのライバル探偵社ですがね、桂木探偵事務所ですよ。
今回の件でバッティングしたそうじゃないですか。あそこは結構やばい状況ですぜ。経営的にってことですよ。小次郎さんが今回追い抜いたことでより拍車がかかりそうですがね。どうです、ライバル探偵社を蹴落とす材料にはなりましたか。おっと、そういえば確か古巣でしたか。こりゃどうも。しかしいずれは知れ渡ることになりますね。わかりました。そりゃもう